チェルノーゼムの畑、アメリカ合衆国ニューヨーク州オレンジ郡の国土地帯チェルノーゼムの分布国土は東ヨーロッパ、北、アメリカ、中国東北部など世界の各地にあり非常に肥沃な黒色の土壌で農業に適している。特にウクライナからシベリア南部にかけてのポントスカスピ海草原に分布する黒土がチェルノゼムと呼ばれ小麦の栽培地として有名で 他の地域の黒土も地質学者に寄り添う、呼ばれるようになった。チェルノとゼムは、それぞれ、ロシア語で、黒いを意味する語と、地、土地などを意味する語に由来する。この用語のロシア語での発音は、チルナズイームに近く、最後の音節に強制があるが、日本語では、慣用的に、チェルノゼム、しばしば、チェルノーゼムと表記される。また、その日よくさから、土の皇帝とも呼ばれる。 ケルのゼムは、草本などの意外から作られる、腐食層が、香水量の低い地域のために流出を免れ、分厚く蓄積している。仮に香水が、より少なく乾燥すると、植物の生育ができず、腐食層、窒素分の少ない栗ロ土となり、逆に香水が多ければ樹木が生育するが、流出のため表層の薄い腐食層と下層の酸化鉄を含む層の褐色森林土となり、 冷量ならば植物体の分解が進まず酸性化し、開白色のポドソル層や排水が悪ければ、零炭層になるが、いずれも生産性が低い土壌となる。そしてロシア南部では火層に、石灰分を含む層がある。これら香水、気温、土地条件が重なり、穀物栽培の加減に近い降水量ではあるが、土地は肥沃で正否なく農業が行われている。ありがとうございます。